皆さんこんにちは、アミです。東京にいます。私5月の8日がお誕生日なんですけれども、アメリカに渡ってから初めてですね、誕生日を日本で過ごしました。14年で初めて両親と一緒にお誕生日を過ごして、なんかママがケーキ作ってくれたりして、すごいなんか感慨深かった、嬉しかった。ロサンゼルスを5月7日に出て、で東京に5月8日に着く、自分のお誕生日の日に着くっていう風にやったんだけど、実際どうだろうね。おすすめしないかも。なんでかっていうと、なんかロサンゼルスのお誕生日はなかったじゃん。日本に着いたらもう8日の夕方だから、結構なんか、もうしかも疲れるし、お誕生日なんだけど過ぎ去っていっちゃう感じがするから、お誕生日を盛大にお祝いしたい人にはあんまりおすすめしません。私は結構ね、お誕生日シンプルに過ごす方なので、まあどうでもいいんですけど、今ね午後3時で、さっきホテルにチェックインして2時に着いたので、もう疲れてたんで、まだ未だにちょっと時差ボケで、早くチェックインできたらしようと思って2時に着いてやったら、3時がチェックインなので1000円追加したらチェックインしてもいいですよって言われて、もういいですいいです、結局5ドルぐらいだろうみたいな。マウントを取って、いやマウント取ってないですけど、もう結局5ドル6ドル、はいどうぞみたいな感じで、お願いしますって、そんな態度取ってないし、お願いしますって言ってチェックインさせてもらって、すごい疲れてたので昼寝しようと思って、で早くチェックインしたんだけど、それがね、時差ボケのね悪いところがね、疲れてるのに眠たいのに寝れないんですよね。はい、なのでもう潔く諦めてお昼寝は。で今日は今からちょっと美容系のなんかフェイシャルエステみたいのを予約してましてですね、でその後に高校時代のお友達とご飯を食べに行くっていう感じになってるので楽しみですね。この間前回は銀座に泊まったんだけど、今回は六本木に泊まってて、六本木エリア全然詳しくないの、だからなんか探検してみたいなと思って、はい、そんな感じで今日本にいるんですけど、普段はロサンゼルスに住んでるので、ロサンゼルスに興味ある方はぜひチャンネル登録してね。はい、それでは半日の東京 Vlog スタート。東京って歩きやすいじゃん、綺麗だし距離も近いし。だけどね、私地図上で15分ぐらいの距離ってなると、これはタクシーの出番ってなるんだよね。なんか5分ぐらいだったら平気で歩くけどさ、15分、それは車の距離だなってなっちゃうんだよね。で今日もさっき疲れたから、もうタクシー呼ぼうと思ったんだけど、休憩したらちょっと体力が回復したので、せっかくね、ここにいるんだから探検しないとと思って。しかも天気もまあ曇ってるけどいい感じなので、暑くなく寒くなく目的地まで歩いてきます。わあ、なかなか渋い色。確かに濃いですよ。わあ、いいですね、いい匂いがする。好きですか？好きです。今帰ってきたんですけど、どう？すっごい赤みが引いて綺麗にしてもらった。なんかハーブピーリングが合う肌質ですねって言われたんだけど、わー、すごい感動です。初めてやってみたの、ハーブピーリング、すごく良き。はいはい、そんな感じでちょっと今から準備してディナーの方に行ってこようと思います。はい、良いのに来ました。ピーリングのおかげでお肌の調子がめちゃくちゃ良いです。はい、それでは行ってきます。もうね、歩いて行ける距離なんだけどタクシー使っちゃう。これあれ Vlog になる感じ。そうそうそう、めっちゃいいツーショットになってるよ。東京タワーと、ここでなんか突発的に英語来ればいいんだけど、英語が出ればいいんだけど。あれ覚えてる、よっちゃんが一番さ言ったぞ。いや、トイレの水が流れないでしょ。え、これやばい、やばい。金柑とつくね。金柑、生卵じゃない？え、え、え、金柑、ね、食ってみ。 OK、 金柑、美味しいで、つくね半分。すごくない？卵で本当に金柑。卵だね、これ。だよね。本当に金柑、これ。金柑の形だけじゃないじゃん。ね。うん。めっちゃうまくない？てか、そう考えたらすごくない？こんなになってた。金柑ってこんなになるの？君よ。金柑って何？この Vlog 誰が見んの？Hi everyone。See you.
豚は、あの、待って大丈夫、大丈夫、これ本当に金柑、生卵、え、金柑で何え、フルーツ卵巣、あ、その卵、やっぱ、あ、だそうだよ、金、あ、OK、OK、ありがとうございます。じゃあ、トメワンですね。花そうめんご用意しております。わー、超美味しい。トメワンだと、あ、ごめんなさい、はい、ありがとうございます。トメワンってわかる？うん、まあ、M1 みたいなもんトメる、うん、うん、トメワンね、うん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 、えー、なんか兄の Vlog に英語で出たいよ。出たい？ You can do it. Say something. Hi everyone. I'm a high school friend. Yes. We've been friends for like 15-16 years. Yes. And now we are having good dinner at Roppongi. Yes. And then we can see Tokyo Tower behind us. See? Your English is so good. ちょっと Take two. Yes. Go ahead. もう話すことないな。おはようございます。はい、そんな感じであっという間に東京での一日が通り過ぎてしまったんですけど、めちゃくちゃ楽しかったはい、こんな感じで多分日本での Vlog はこれだけになると思うんですけど、今日も見てくれてありがとうございます。それでは次回はロサンゼルスからお会いしましょう。バイバイ。